はいずれも70代以上とみられ、1人は杖をついていたということです。警察は おはようございます。ここは日本の一番東の町、統計は実に145度、根室駅でございます。本日は根室から JR には乗車はいたしません。バスのですね、一日乗車券を買っていただきまして、これで、本日はですね、バスとそれからまたちょっとね、何とお呼びすればいいのかちょっとまだ聞いてなかったんですが、こう止めてくださった方のこうお母さんのですね、車に乗っけていただいて、こうまたいろいろ午後もね、見物をさせていただく予定でございます。ご飯もね、昨日の夜あんだけいろいろご馳走になったし、温泉にも連れて行っていただいて、そうそう、どのくらいね、また移動していただいたかということも、皆さんも多分、別海町とかいきなり言われても時刻表がないとどのぐらい行ったのか、まあ、ただの隣町かなぐらいにしか思われないかと思いますので、ここで簡単にね、地図もありますから、昨日の夜どんな感じでやっていただいたか、ここでご説明します。この黒い大きな丸、これが根室駅でございまして、西の方にずっとある、これがね、釧路駅でございますね。そしてですね、別海町というのはだいたいこの辺にございます。この辺ですね。ここからですね、こう車でガーッと行ってこう帰ってきたわけです。根室から釧路がだいたいこのぐらいの距離でございますから、そう考えるとね、まあ相当随分と、まあ100キロ行かないけれど、それぐらいの夜のドライブだったということがですね、皆さんにもお分かりいただけるんではないでしょうか。ちなみに、本日はね、北方領土などの話もさせていただきます。一応ロシアが言うには、日本の最東端はここでございます。ここ、本日これから向かいますノサップ岬、その先には、幅前諸島、それから、ここ国後島ですとか、もうちょっと北のこの根のこの辺りにはですね、これあるのが択捉島、これが日本最北端の地でございます。最東端の地はここでございますから、これからですね、皆さんにこういろいろとご覧いただこうというわけでございます。ただこう見てみますとね、やはりさっきに比べるとだいぶマシになったので、もうちょっと良くならないかなって今期待しているところなんですが、あのタワー見えますね、オーロラタワーというそうですが、上の方は霧にて隠されております。こんな感じでね、霧がもう大変濃いところでございますから、本日はこの辺りは一応晴天ということになっておりますが、しかしながら視界はそんなによろしくはないというわけでございますね。こういうことがありますので、日照時間が短く、この辺りでは農作物を育てるのはかなり難しいということでございます。はい、あちらに見えておりますね、あれがノサップ岬、その灯台でございます。やっぱりちょっと今は霞んでおるようでございますが、ここが日本最東端と言いたいところでございますが、まずここよりも択捉島の方がはるか東にございますし、さらに択捉島だけではなくて、その正式にはですね、日本のこう東京都に一応属しております、こうはるか南、非常に南、小笠原諸島をはるかに超えた南あたりにございます、南鳥島、これこそが日本最東端でございますから、まあ、ここはですね、とりあえず現在の日本人、民間人が普通に訪れることのできる最東端の地ということになるわけでございますね。ここの統計はですね、145度49分と1秒でございます。まあ、統計のことを秒とか表すんだっていうのは、多分あんまりね、馴染みのない方はそれも、と思うかもしれないけれど、とりあえずここにですね、この火が立っておりまして、もうちょっと行くわけですね。せっかくですから行ってみましょう。ところで、皆さんもですね、もうすでに十分ご存知かとは思いますが、この先すぐそこにはですね、北方領土ということで、幅舞群島、それから色丹島、そして国後島、択捉島、4つ、まあ、幅舞群島っていうのはいくつか島があるので、正確には4つの島ではないんですが、たくさんの島が浮かんでおります。ですからこのようにですね、こういろいろと、これはあれですかね、まあ、いわゆるその政治団体の方がお書きになったものでしょうかね。読んでみましょう。奪還、日本の高度国土、北方領土、宮城県民族派有志、宮城県民族派有志ということですね。いろいろとですね、まあ、これはいわゆる、右翼のあの方たちということになるんでしょうか。まあ、とりあえずこういうふうにですね、政治結社の皆さんがここで、集まってですね、すごいですね、これ、政治結社のすごい、本当にその連合のあちこちの皆さんのその代表の方がザーッとここに書いていらっしゃるわけですね。またここにもまた書いてあります、日本固有の北方領土友国精神同好会、こういうものがですね、もうたくさんございます。北方領土祖国復帰は日本国民の悲願、私個人的にはですね、奪還というと、まあ
向こうのソ連が、ね、奪っていったというのは、まあ、それは分かりますが、さらに、ね、その奪い返すということはまたなんかこっちからも奪い取るのかみたいな、でちょっと指に戻れちゃうような気もするんですが、とにかく北方領土をこの手に取り戻そうということで、皆さんもこのようにですね一生懸命なるわけでございます。ここにもまたこのように敵があるし、これは今ちょっと倒れてしまっておりますけどね、ちょっと下手に立て直すこともできないかな。なんかねこう倒れてしまってるのはあれだから、できることだったら直して差し上げたいところなんですが、落ちないですよね。とりあえずはこれで大丈夫かな。北方領土についてはね、後で詳しくまた付録編としてお話をした方がよろしいかと思いますので、ここではね簡単なご説明とどませていただきますけれども、簡単に申し上げれば、要するにロシアがですね、日本とロシアは昔日ソ中立条約というもので、こうお互いに戦争はしないでね、こう安全にやりましょうよみたいな感じでやってたんですが、ロシアがそれをですね、戦争が終わった頃に突然こうそれをまあ無視してですね、根拠はないんだというわけですね。それでもそのまま勝手に攻め込んできて、それでこの辺を占領して今に至っているということです。まあ確かにそれはそうなんですけど、でもそれだけでですね一言で終わるほど、まあそんなポロッとね、そんなだって勝手に取りに来ました、はいおしまいですだったら、さすがにね今はもう世の中はロシアだって立派な法治国家ですから、そうね勝手にはい取ってますよ、お前のものは俺のものって、それで済むわけないじゃないですか。だからそんな単純な問題じゃないんですよ。だからその件については話が長くなるということですので、ぜひ皆さんもですねご興味をお持ちいただければ、この北方領土のそのお話もね別のブログページでご視聴いただきますようよろしくお願いします。はい、この後ろにございます、これがノサップ岬の灯台でございます。この建物自体はですね、この建物は1930年から、昭和あれですと5年になりますが、25年引けばいいはずですからね、昭和5年の建物はそうは見えないですね、割となんか新しそうに見えますけど、まあそうです。この灯台の歴史自体は明治5年、それがね発祥だそうですから、まあなかなかですね古い、こう重要な建物なんだなということがお分かりいただけるかと思います。立ち入り禁止のところもあったんですけどね、こちらはどうも禁止されていないようですから、まあここまで来ることにいたしました。なんだ野鳥観察車っていうのがあるの、これ入れんのかな。ね、風が強いございますんでね、こういうところがあって、こう蓋を開けて、ここから鳥が眺められるというわけでございますね。確かに、まあ、こうやって見ればね、そんなに寒くもございませんし、いいもんでございます。で、なんかこれを見る限りですと、確かにすごい珍しい鳥がいっぱい来るらしいんですけど、でも今回は鳥を見に来たわけではありませんから、とりあえずですね、まあ、鳥がお好きな方には申し訳ないけれど、ここからその日本最東端の海を眺めることにいたしましょう。はい、ご覧ください、この後ろのね、この海、この右、私の左側に今ございますのが、まあ皆さんからすると右側でしょうけど、これが太平洋でございますね。そして、この岬がちょっと見づらいですけれども、この辺からですね、後ろにある、あちら側はオホーツク海でございます。オホーツクと太平洋、この前はですね、また日本海とオホーツク海を分かつ、そういう宗谷岬も訪れたわけでございますが、ここもまたね、そういう場所にやってまいりました。太平洋というのはすごいところですね、本当に。これから私は多分沖縄県まで行くかと思いますけど、沖縄県もこの同じ太平洋でございます。ここは北太平洋、これからですね南太平洋まで行くと。そして、これはやはり、日本の端っこでございますからね、どうしても日本軍、旧日本軍、そして第二次世界大戦の、それのアメリカからの、主にアメリカですけれども、その防衛戦とかね、その歴史ともまた避けられないことでございますので、今後太平洋沿岸のねこういうすごい端っこのところに行ったらば、そのようなお話をするかもしれません。本日もそれはね、でも付録編とさせていただきます。あんまり歴史の話ばっかりしてもね、しょうがないですから、そういうのはご興味のある方にだけご覧いただければよろしいというわけでございますね。最長じゃない、北方領土のですね、島々をここから望めるのでございますが、ただ今はちょっとね、やっぱり、ダメかなー。もうちょっとね、これから、本当はもう一箇所、その日本とそれから、昔ね、一箇所だけ日本に国境があったんですよ。今は地面にはないんですけど、昔はその国境があったんで、そこをね皆さんに、お見せしようと、その国境があった場所に立っていたものなんかを、これから見に行こうと思っていたんですけれども、ちょっとやっぱりねここの天候が回復するのを、ここであと2時間ほど待ってみようかなと思います。天候っていうかね、視界がちょっとでも開ければね、いろいろとまた、分かることがありますのでね。
ちなみに私今回行きませんでしたけど、稚内にはね、ノシャップ岬というところがあります。稚内のね、町からそんなに離れてない岬ですね。でいろいろと観光施設、水族館とかもあるんじゃないかな、そういうものが揃っておるところでございますから、バスなんかもたくさん出ていると。で、ここはノサップです。ノサップとね、ノシャップをちょっと間違えるということもよくあるようですから、それはまあお気をつけになって、まあだからって根室と稚内にね、間違えていかないと思いますけど、そう、似てるようなね、名前がたくさんあるんですよ。ミネコが魚を食べてるんですけどね、結構大きな魚なんですが、目が好きなんですね。目ばっかりつっついて、他のところは食べにくいからなんでしょうかね。まあ別にどこを食べるかなんて、ウミネコの好き好きですしね、もしかしたらビタミン A を摂取したいとか、そういう考えがあるのかもしれませんが、まあね、いいんだけどさ、ちょっと見てる方としてはね、という思いもするものです。さて、こちらにはですね、このようによく見ています、これ昆布とかだと思うんですけど、そういう、まあ、海藻の類がたくさんこう打ち寄せられているわけですね。ここのものは多分食べるにはもう無理でしょうけど、この海沿いにもたくさんございまして、こう見ていただきますと、こう船がですね、通っております。あれは、あ、漁船ですよね、あれね、漁船です。で、ここからですね、さっきも申し上げましたように、もうわずか 3.7 キロのところに貝殻島というものがございまして、そこには、後でね、晴れた時にお見せしたいんですけれども、ロシアの灯台のようなものも立っております。で、それがもうロシアがですね、こちらをこう監視するといいますか、まあ、一応警戒用のもので、だいぶボロいんですけどね、一応そういうものがあります。で、日本の船はですね、そこの近くまで行って漁もしております。で、本来であればもちろん日本の領地なんですから、領土なんですから、その周辺の排他的経済水域内において、そこで、こう昆布を取るということは全く問題のない行為なんですが、そうは言ってもロシアはロシアとしてやっている以上は、やはりですね、勝手に行くといろいろと問題が発生するというわけで、一応それ、これはあくまで民間レベルでということですが、民間レベルがで、日本人があそこで昆布の漁をするときに関してはお金を払うということになっております。だいたい毎年、1億円弱程度のお金をですね、そこに支払っているということです。別にこれはそのね、貝殻島とかその周辺が日本の領土ではないとか、そういうことを認めたというわけではなくて、ただその円滑にね、昆布の漁をするためのお金だということなんですが、現在でもそういうことが起こっております。ちなみに当然ながらね、もうすべて昔は普通に日本として扱われてまして、鮭の加工工場とかね、小学校とか、まあ、当然のようにね、ありましたんで、これも全部日本の自治体と同じ制度が、一応は現在でも敷かれておりますね。それはそうですね、だって日本なんだから。ただそれがロシアのせいで可能になっていないというだけでして、ここにあるシベトロ村、これが日本最北端の村ですね、その、まあ、村というか自治体、それはシベトロ村というところです。まあ、一応ね、なんかの豆知識で覚えておいておかれるとよろしいんではないでしょうか。日本人では現在では住んでいないということになっております。いや、海から冷たい風が吹いてきてですね、気温はそんなに低くないはずなんですけど、本当にだんだん寒くなってきましたが、一応これがですね、この北方領土その返還を祈願したそのモニュメントでございます。後ろにはその祈りの火なんかもね、燃えておりますが、見えますでしょうか。しかしですね、皆さんにも、ぜひとも番外編じゃないや、その付録編の方もご視聴いただきたいなと思うんですが、特にあれですね、北方領土についてあんまりよくご存じないという方ね、別に北方領土のことを知らないこととかはしょうがないと思うんですけれども、しかしながらですね、こういう言葉がございますね。皆さんも、まあ、ここのよくあちこちに書いてあるんですが、北方領土は日本固有の領土ですというふうに、あちこちで広告看板が打ってあります。まあそれはね、いいことだと思うんですよ。別に、そう主張してみんなで、気持ちを高めようということです。ただ、この言葉ってね、皆さんも聞き覚えがないですか。このある国が言ってましたね、尖閣諸島は中国固有の領土である、という言葉もありました。これ日本人が聞くとね、なんか難癖つけてきやがってみたいな風な印象で、もしかしたらね、皆さんもお考えになる方いらっしゃるかもしれないけれど、ロシアの人だってね、この言葉を聞いたらやっぱり同じ気持ちになると思うんですよ。だって返さないのはやはりそれには理由があるわけですから、だからこそね、どんな分取ってそのまま返さないっていうわけではないんだから、ちゃんと一応向こうだって根拠があって返さないで、そういろいろと交渉ということになっているわけですので、だからつまりですね、その北方領土のことについて、なんだかよくわからないけれど、日本のものなのにロシアが取ってんだらこれはダメだみたいな、そういうだけの認識でやっていると、これはロシア人に怒られます。それはそうですね、
向こうだって向こうの言い分があるんですから、それはちゃんと聞かなければいけません。そういうわけですので、ぜひともですね、皆さんは北方領土についてご存じない方はですね、そんな知ってる方について勉強しろなんて、私より詳しい方大勢いらっしゃるんだから、でも私だってちゃんとね、そんな別にしっかりと専門的に勉強したわけでもないし、だから私だけがそんなに偉そうに、皆さんに勉強してくださいっていうのもあれだけど、まあ中学生高校生の視聴者諸君はですね、もしよろしければこう北方領土についてこう勉強してみますと、いろいろと外交問題とかね、また学校のお勉強のその助けにもなるでしょうし、悪いことだとは思いませんので、ぜひともやってみるとねよろしいです。この先の貝殻島はね、やはり見ることはできないんですが、ご覧ください。ちょうどね今船が一隻やってまいりました。ちょっと文字までは読むことはできませんが、これは明らかに日本の船ではないですね。このようなこうアルファベットなんかも横に書いてございまして、これはロシアの警備船でございます。つまりロシアとしては国境はもうすぐそこでございますから、こう日本のですね、ノサップ岬とこれが見えるすぐそこのところで、この国境の警備をしているということになります。ですからもし私がですね、まあ泳いだら死んでしまいますけれども、それでも泳いでもし向こうまで行こうとすれば、あの船に捕まってしまうということでございます。ご覧ください。ただいまですね、ちょうど霧が晴れまして、貝殻島も見えております。わかりますでしょうかね。これは日本が建てた灯台に間違いはございません。ございませんが、現在ではロシアはロシアというふうにして扱っておりますので、現在日本人があそこへ、ね、近づくということもできません。しかしながら、こう一応先ほども申し上げましたように、その昆布の漁、その目的に限り、お金を支払ったその地元の漁師の方などは、あの辺りでも漁をされているということでございます。何度申し上げております通り、貝殻島までの距離、わずか 3.7 キロでございます。ここにね、ずっと留まっていて大変ようございました。またこの海に浮かんでいるのはこの貝殻島だけではございません。こうあそこのですね、こう足元の地図などご覧いただきますと、根室からすぐ近くに確かに貝殻島とね、今小さく丸がしてあるところありますが、すぐ他の周りにもね、こう水晶島とかこういろいろと回っているわけでございまして、これ全部ですね、これを総称して幅前群島ということで言われております。これが北海道から一番近い、まあ、いわゆるロシアが自国領と称しているその土地でございます。